1>, 1級、2級レベルの仲間たちと11月27日に横手山スキー場で滑ってきました。この動画では彼らの滑りの全体のリズムが良くなかったのでそこを強制してみたらまあまあうまくいったので紹介したいと思います。中級者にありがちですがこういうベターシジャンプのようなリズムの滑りこのリズムだとターンがつながりません上級者のリズムは アンンクルホッププジャンプのようななリズムなのですよく速く走る秘訣などで紹介されますがスキーもこういう機敏なリズムが重要です自分の滑りがパッと見なかなか上達しないと悩んでいる中級者も多いと思いますがそれはリズムの悪さが原因かもしれません この動画を見ると、リズムのイメージを変えただけで、私の仲間たちの滑りが、どのように変わったかがわかるので、ぜひ最後まで見てください。オープンしてたのは、第4ペアリフト。シーズン中は、横手山スキー場では一番好きなコースですが、このようにまだ雪はついていない。てっきり、こっちの緩斜面で練習できるものと思ってましたが、オープンしてたのはこっちでした。 この週末、営業してたスキー場が、この横手山と軽井沢くらいだったので、リフトは3、40分待ちという状況でした。まあ、滑れるだけありがたいのですがね。26日の夜から、ホテル入りしてたので、翌日に備えてイメトレ。もともとは、彼らに腰を入れることを覚えてもらうために、最近見つけた、燃えたい式、腰の入れ方を伝授していました。 チャック、1本目彼は40過ぎてからスキー始めて今年が3年目。腰を入れようとしてますねえらいテールを振って外に踏んでしまってますおーいいねえ2級レベル大島選手、1本目彼は腰がしっかり入ってますね 素晴らしい。ただ、彼もターン後半、急激に外に踏んで減速してます。もったいない。二級レベル、ずったん、一本目。おーおい、腰を入れるのはどうしたむっちゃ引っ込んじゃってるじゃないか。ただ、腰の向きが常に足に正対しているのは良いね。だから他の人より滑らかな滑りになってると思います。一級レベル、無一郎。 なんか、こねてますね上半身で煽るんじゃなくて、足を動かさないと。一ターン、一ターン止まってしまってるじゃないか。しっかり腰を入れることをトレーニングしたかったのですが、ご覧のようにかなり混んでいるのと、練習できるような感謝面がありません。また、四人の滑りを見てると、ぬめっと滑っている。メリハリがない、リズムが悪い。中級者にありがちですが、ターン後半で間を取っている。 タターンン後半が安息のタイミングになっている逆なんですよ上級者はターン前半で間を取るターン前半でいかに待てるかが気持ち良いんですがねもしかして正しいリズムをそもそも全く理解してないんじゃないかと思い急遽別の練習に切り替えよく陸上やサッカーなどで紹介されていますが速く走るための秘訣はベタ足ではなくアンクルホップです ベタ足は地面で間を取っていますスキーでいうとターン後半に間を取っています中級者はこういうリズムで滑ってしまっていますつまりターン後半で体が止まってしまっているのですアンクルホップは地面に着地したらすぐまた飛び空中で間を取っていますスキーでいうとターン前半に間を取るのですつまりターン後半で待つことはせず ターン後半は早く終わらせて、ターン前半で待つのが大事です。待つというと語弊があります。待つというと、何もせず待ってしまうので。ターン前半を長く取るというか、次のターン中盤のアクションをすぐしてしまうのではなく、我慢して先に引き伸ばすのです。注意ですが、これはリズムの説明です。決して滑りながらジャンプをするわけではなく、足や体を上下しろということではありません。 動き自体としては、ブランコをこぐのと同じです。加速するには、ブランコが下がっている時に、最下点めがけて足を前に出しますよね。それと同じで、スキーもターン後半、切り替えめがけて足を前に出すことで、ターンを早く終わらせ、フラットで加速することができます。いい感じのブランコがありました。普通のブランコよりスキーっぽい姿勢です。いいな、このブランコ。 左右に角付けしながら、こいだらどうなるんだろう。誰か作ってほしい。ということで、リズムはアンクルホップ。動きはブランコ。動きはあまり練習できる状況ではなかったのですが、とにかくリズムを変えろと伝えたところ。まずはスキー3年目のチャック。かなり良くなってるんじゃないですか ターン後半で止めなくなりました。あとはターン前半もっと我慢できるかですね。圧をかけるタイミングが早すぎる。ブランコと同じ。早く圧をかけても空回りするだけです。2級レベルの大島選手。 スピードが増して落差が取れるようになったかなアンクルホップのイメージのせいか切り替えが上に飛んでしまっています上ではなく前ですあとターン後半で横に踏むのをやめないと2級レベル「ずったん」 うん、スピードは増した同じく上ではなく前。そして圧をかけるの早すぎ公園でブランコ乗りなさい最後、1級レベル無一郎。ろお,おいいじゃない これはちょっと劇的ビフォーアフターですよ次回まで覚えてくれてると良いのですがはいそれではまとめです今回は当初の予定とは違ったのですが滑りのリズムのお話でした伸び悩んでいる中級者初心者は細かいスキルをいろいろ考える前にまずは滑りのリズム全体を矯正してみてはいかがでしょうかベタ足ジャンプではなく アンクルホップのようなリズムです。ただし動き自体はブランコのように足は前に出します。4人のうち2人は劇的に良くなりました。あとの2人は公園でブランコに乗ってきて出直しです。スキーの難しいところはリズムがあってないと正しい動きができないし、正しい動きができないと良いリズムが取れません。鶏と卵です。 ちょうど、ブランコがうまく焦げない幼稚園児と同じです。動きとタイミングの両方を合致させないといけないので、幼稚園児には大変ですよね。スキーも同じです。ですが、大人の皆さんはブランコの感覚はわかるはずなので、思い出してみてください。終わり